高下モスリン株式会社は明治、大正期に主に群馬県の立林で織物業を営んだ企業。立林製粉と並んで、立林の近代化に寄与し、立林出身の小説家、田山加体の作品にも登場するが、大正バブルの影響で、陶器的資本家による乱脈経営の餌食となり破綻した。その名の通りモスリンの生殖を事業としていた。 日本でいうモスリンとは祖母を用いた薄手の毛織物で、明治前期には盛んに輸入されていた。立林周辺では、伝統的に旗織業が盛んであったが、荒井藤七、鈴木平三郎らは、モスリンの国産化が有望とみて取り組み、1895年に、おそらく、日本で初めて生殖に成功したものと考えられている。翌年には、 羊毛の輸入関税が撤廃されたことで輸入食器を用いて大規模なモスリン生殖に乗り出す会社が相次いだがらゆらは当初独自開発の適法を用いていたことと内陸で原材料の輸送に難があったために小規模に止まっていた東京、大阪の資本を取り込み東武鉄道が開通したことで輸送面も大きく改善したことから近代的な 大規模工場を稼働させたのが1910年になってからである。しかしこの頃にはすでに国産モスリンの供給力が過剰になりつつあり、投資に見合った利益を上げることは容易ではなくなっていた。工業モスリン株式会社は、群馬県大浦郡立林町の有志が創業した織物工場を母体として1902年4月に設立され、 当初資本金2万円は1912年には400万円と躍進を遂げた。しかしこれによって東京や関西の投資家の発言力が強くなり経営人の内部や株主との間で意見が対立することがたびたび起きた。第一次世界大戦の影響による原料不足がきっかけの経営不振の折には大阪の計画、林乏色の経営で評価の高かった。 松尾久雄が専務取締役となって経営立て直しに成功した。しかし1921年から翌年にかけて川又定次郎らによる実質的な乗っ取りが起こり、経営難に陥っていた第二本暴食職や藤毛織を合併するなど強気の経営方針となったが、直後の関東大震災により受けた打撃から立ち直ることができずに破綻した。 1908年から1910年にかけて、立林城にのまる後に、立林工場を建築した際に建てられた事務所が、工芸モスリン株式会社のほぼ唯一の遺構として、現在も残っている。木造瓦葺武器2階建ての技用風建築で、全体は、借鑑法による入りもや作りであるが、上げ下げ窓、柱、手すり、天井など随所に、洋風の衣装が取り入れられている。 背面にレンガ作りの金庫、文書庫が付けられているのが特徴的。立林工場は、工芸モスリンが破綻した後も、日本オ織や神戸製糸などの工場として存続していたが、立林市庁舎の建設予定地になると1977年に地元から保存の要望が出された。結果、およそ600メートルほど、英家により移転して保存されることとなり、 1978年に、群馬県の重要文化財に指定され、1981年に、立林市、第二資料館の一部として公開された。所在地、群馬県大浦郡立林町14番地所在地、岐阜県岐阜市鶴田町3丁目所在地、千葉県東葛飾郡中山町鬼高161、所在地、東京府北都島郡へ練馬村屋と7007所在地、 東京府北豊島郡菅母町上、駒込177所在地、宮城県仙台市北二番町所在地、静岡県沼津市上土町七丹田157。ありがとうございます。